はい、つねが TV うっチャンネルです。今日もね、また神奈川市なんですけど、愛川町までやってまいりました。かなりもう西の方までやってまいりましたけども、こちらにサムズスリーパラルレストランというスリランカレストラン、今年3月の15日にできて約3ヶ月ぐらい経ったそうですけども、じゃあ早速行ってみましょう。はい、はい、行ってみよう。なんか居酒屋みたい。元居酒屋とか、お寿司屋さんみたいな雰囲気ですけど、そうですね、こんな感じで、はい、どんな料理があるか楽しみですね。いただいてみましょう。はい、今日はこれはビリヤニですね。金曜日だからビリヤニ。金曜日だから、そうです、ビリヤニ。これはチキンですか？チキンと、あとはビーフカレー、あとはサラダ、そうビリヤニライス、野菜と入れてあります。キャラと、あとはポテト、うん、あのビーツルートとか、うんうんうん、あとはスパイスでチリペースト。一人分だよね、これね。それ一人分、うんうん、これはこれもうと食べる人もいるけど、ね、いるけどね。おかわりできるの？できますねできる。へ、お兄さん、なんでこの店そんな好きなの？僕ですか？料理がすごい美味しいんですよね。ホームカントリーみたいな料理だから、自分の国の料理だから、うんうん、はい、日本流料理も好きけどね、いろんなものでも、うん、家のホームメイドみたい、はい、だからここにいつも食べます。お名前は？名前がですね、タリック・ハッサンです、はい。結構質問して、なんで金曜日ビリヤニなの、みんな？それはね、金曜日がイスラム人のスペシャルの日にち、みんなモスクに来てお祈りが一緒にやります。うん、金曜日スペシャルみたいな。ビリヤニって特別な料理なの？ビリヤニがね、特別な料理ですね。ブリヤニだと少しスペシャル。ごちそうみたいな感じ。そうです。これ何？これはパーツでしょ。ビーフパーツ。何これ？ビーフの内臓ですよ。そうそう、ホルモンですね。で、これはサンボル。サンボルとピット、ね、そうです、はい、ピットは普通のピットですね。スリランカでよく食べるんですか？そうですね、ディナーメニューですね。朝の、朝ね、ブレックファーストとディナー。へー、ありがとう。ありがとうございます。そしたらまたね。ありがとうございます。エンジョイね。ありがとう。はい、で、オーナーさんはこれ説明してもらっていいですか？これ、プテはスリランカの伝統的な食べ物で、はい、インハラとかヒンドゥー教とかイスラム教みんな食べてる、そうね、食べ物で、こちらは内臓カレー、ビーフ、ビーフの内臓カレー、内臓カレー、これもスリランカの伝統的な食べ物で、黄色いのは豆のカレーになります。ダールですね。ダールです。パリップ、パリップ、プテ、プテ、プテ、ベツサンブル、ココナッツサンブル、そしてこちらが、こちらがビリヤニ。ビリヤニはなんかインドでも、はい、それなんかでもイスラム教の人が人気で、そうですね。で、これはそれはそちらビーフカレー、それはビリヤニに合うように、はい、辛さも合わせて作っています。辛いんですか？じゃあもちろん辛いです。いオニオンと唐辛子とかライムのピクルスになります。それもビリヤニに合うように合うやつですね、これね。で、こちらお店の名前は何て言うんですか？サムス・トゥリ・ハラーズ。サムス・トゥリー、はい、それはどういう意味で、この今じゃなくて後で3つやりたいのプランあるから、はい、うん、チェーンレストランみたいに3つのブランチを作れるっていうという意味なんですね。いつからやってるんですか？これは3ヶ月、3ヶ月、3月15日から。ランチはフライスタンドカレーも出すんでしょ？そうです、フライスタンドカレーでしょ。ランチに来ればこれがあると。そうですね、はい、金曜日だから今日はブリヤニなんですね。これだけじゃなくていろんな種類のブリヤニに、はい、週によって変わるんです。マトンとかもあるの？そうです。今週はこのビリヤニ。お客さんは日本人が多いですか？スリランカ人が多いですね。多いですね、うん、日本人もちょっと辛い、みんなあんまり好きじゃない、ね、好きじゃない、ね、でも今日は好きな人たち、みんな辛いの好き。結構辛い、結構辛い、結構辛い、かなり辛そうだ。そうですか。じゃあ食べましょう。はい、どうぞ食べてください。フェイスブックとかあるの？あ、フェイスブックはあります。お店のページあるのね。はい、あります。はい、それを見ればいいね。はい、じゃあいただいてみたいと思います。今回またパリップがありますよ。パリップチェックができますね。パリップチェックからいきましょう。どんな感じ？辛くはないですね。優しい系や。優しい系ですが、お母さん作ったら優しいんだね。あとガーリックとかそういう系が入ってるんじゃないですかね。へー、優しいけどいろいろ入ってそうですね。どうですか？おいしいですよ。これ何が美味しいですか？フットゥーがめちゃめちゃ美味しい。フットゥーが美味しい。お家の蒸しパンを思い出す優しさ、素朴さ、はいはい、すごい好きです。そうですか。ビーフのこれとビリヤニ食べたのも結構美味しかった。美味しいですか？ビーフ上にカレーかけてビリヤニ、こう辛いし、あ、なかなかいい感じで、パンチ効いてて。ビリヤニ美味しいですね。ビリヤニは辛くて美味しい。やっとなんか出会った辛さ。本当にずっと辛いの裏切られてたんで。辛くしてって
もともと辛い味ですよ。パリップはどうですか。パリップなんかインドっぽくね、豆感がすごいので、あニンニクもすごい効いててすごいパンチのある感じがあります。居酒屋さんか何だかだったらこんな作りなんでございますけども、はい、いただいてみたいと思います。はい。